アタアキュムレータとは、油圧系や空圧系の流体機器に使われる装置の一つで、流体の圧力を利用して仕事に供給する高圧流体を蓄えておく装置のこと。ACC と略されることもある。蓄圧器とも言う。代表的なアキュムレータとしてブラダ型アキュムレータの構造を数に示す。容器内部にはゴム膜等に封入した。 蓄圧機体が充填されており、ポンプから吐き出された余剰流体を弁などで封じ込めて蓄積し、その後、弁解放などにより流体を解放してやると、アキュムレータの中に入っていた流体が蓄圧機体の膨張する力によって流体を瞬間的に押し出して放出する。このバネのように元圧を蓄え、ポンプ停止時などに放出することで緊急動作等の 圧力を供給しエネルギー源とすることができる。主にポンプや圧力モーターのサイズを小さくしたり、緊急時の補助動力源、内燃機関のハイドロリックスターター、アクチュエーターの高速作同時におけるポンプ突出の補助、圧力タンクからの配管が長い場合の圧力、流量保証油圧システムの省エネルギーや圧力放置、サージタンクのように、ポンプの脈動吸収や、 配管内の衝撃吸収などに利用される。現在一般に使用されているアキュムレーターは、ほとんどがその中に窒素ガスを充填する液、ガスタイプのものである。窒素ガスを封入して使用する圧力容器なので、日本国内においては高圧ガス法案法の適用を受ける。そのため製造者には設計、製造、検査に対する細かな規制があり、 厳しい安全管理が要求されている。アキュレータが正常であるかのチェックは外観から判断するのは難しい。封入ガスが抜けたり、ゴム膜が破れるなどの不具合に対するチェックが必要である。また、ポンプが停止中もアキュレータに接続された配管ラインには圧力がかかり続けるため、配管を分解するような工事の前には残圧を抜いてやる必要がある。このため、 本体の流体タンクは配管容積のほかアキュムレータから戻る流体も収容できる容積が必要である。窒素ガスの注入忘れやガス封入用のゴム膜等の破れがある場合には性能が出ないため最終的な試運転確認が必要となる。ありがとうございます。